ちょっとだけこれでお散歩行ってみよう。ね。ちょっと待ってね、ポー。はい。はい、ポちゃん待って。待って、ポちゃん待って。ちょっと待って。やっぱりね、これで、お外出たことないから、ちょっとは不安かな。ぽちゃん、やっほー。これで行ってみようかなと思います。おー、いい感じ。ぽちゃん、いい子じゃん。なんでその不機嫌な顔してんの。これで一回お出かけしてみよう。デビューしました。ポチャお座りして、ポチャお座りして、お座り。さあ、ひこちゃん、でちょっと今から転がしてみるよ。ぽちゃんどう？お座りして。ぽちゃんお座りして。いい子に乗ってたね、でもね。お座りして。あら、いい子ちゃん。不思議だね、ぽちゃん。これ中に入るのは好きだったけど、外でね、動かしたことがないので、すごい不思議だったかもしれない。ねえ、ちょっと待ってね、ポ。あー、シポちゃん、いい子だ。ちょっと外出よっか、じゃあ。あら、いい子ちゃん。伏せしてくれたってことは、ちょっとずつ慣れてくれたかな、ポちゃん。ここからお顔出るんだよ。ほら。ポちゃん、見て。ポちゃん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 。ぽっちゃん、こっち見て。ぽっちゃん、ほら、開くのよ、ここが。ね、ちょっと待ってよ。ダメよ、出たら。ここなんかでも、開けといてあげたらすごいいいかもしんないけど、なんか飛び出しちゃいそうですよね。ここはね、ちょっと、あんまり、こんなフルには開けられないかなって思ってます、今のところ。もしね、万が一飛び出しちゃったら怖いので。じゃあお外ちょっと出てみよっか。ねえ、よく頑張ったね。今日はこの辺にしておこうねえ、ぽやん。じゃあいい子だったね。ダメよ、ぽちゃん。枯れ葉はダメ。はいはいはい、ちょっと。おとなしくしていてくれたのでよかったです。まあ、これでね、出かける予定は今のところないんですけど、まあ、なんかいざという時、まあ、避難の時とかもね、もし災害とかで、逃げなきゃいけないとかいう時も、なんかこれ持って、これしょ、これの中にポーンって入ってもらって、転がすか、消火して、ね、運べるし、なんか一台ね、お家にあった方がいいなと思って、ずっと欲しいなって思ってたので、今回はね、良かったです。買ってから結構時間経ってたんですけど、今日初めてデビューしました。じゃあ、この辺で終わりにしたいと思います。ぽちゃん。ママ食べる？それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。こっちママ食べよう。